入れたもんね。いやヘッド、コーチからもやっぱ100、200取ることの難しさは今回分かったと思うって言われたので、やっぱりそこの部品の切り替えの部分であったり、やっぱり100、200両方戦うって気持ちを今一度強く持って、また来年にしていきたいと思います。まあ、予選いい感じだったんで、決勝もっと気持ちが強かったんですけど、ちょっとうまく噛み合わなかった部分があったり、まあ、まだ泳ぎ見てないんで何とも言えないですけども、まあ、タイム良くはなかったってことはそれなりに泳ぎもレース展開全ても良くなかったと思うので、まあ、悔しい気持ちしかないですけど、この悔しさを無駄には絶対したくないので、まあ、明日もう一度100チャンスがあるので、まあ、そこでもう一度自信持って帰れるようにしたいと思います。ラストの50はちょっと遅かった。そうですね、やっぱ上がりきらなかった部分がありましたし、まあ上がらなかったので何が原因かって分かんないですけども、まあ今シーズンすごくいい調子で来てたので、ちょっと悔しい気持ちは強いですけど、まあこの後アジア大会もあるので、しっかりとこの種目もう一度あるので気持ち切り替えて、まあ、一番前から言ってましたけど、ここで金を取るっていうよりも、今年は今シーズンのランキングでどれだけ世界のトップに食い込めるかっていうところが自分の中での課題でもあったので、アジア大会でもう一度、アジア大会でもう一度記録というところで狙っていきたいと思います。選手権の気持ちの部分では、そうですね、気持ちの部分では、まあ、どっちも優勝狙い位置にいるので、まあ、どっちもどっちっていう感じですけども、やっぱ最近100が強くなってきた部分で、こう200の泳ぎっていうのがちょっと100になってきてしまってる部分があったりするので、まあ、後半のスパートが今までとはちょっと違ってきたりとかするので、まあ、そこを今一度またこの冬場に向けて強化していきたいと思います。予選でおっしゃったようにそれが見えたんですけど、決勝はあれですか、レース序盤からちょっとこうなんとか引っかからないというかそうですね、ちょっと予報が遅かったからちょっとペースが分かんなかった部分もありますけども、まあ、自分自身ちょっと感覚も良くなかったと思います。7秒2と56秒18っていうのはやっぱちょっと、まあ遅いですね、予選より遅いので、難しいですね、やっぱり、なかなか自分ではもうちょい早く自分ではそのつもりでしたけど、選手権の時に最後の50上げようと思ったら空回りしちゃったっておっしゃってた、そういう感覚ではないってことは、まあ、今回落ち着いて最後まで同じピッチでと思ってたので、まあ、ちょっとレースも見てないと何とも言えないですけども、まあ、結果が悪いので悪いんじゃないかなと。感覚としてはいいってことですね、4月よりは良くなって、まあ、4月より、まあ、やっぱ全部の環境が違うので屋外であったり寒さが特にやっぱり屋外の影響が強いので、でもそれ何もいい、みんな同じ状態なので、やっぱどんな状態でもタイムを出したかったので、まあ、悔しいですけど、まあ、これが今の現状ですし、まあ、悔しさっていう金メダルをもらったという気持ちで、まあ、来年以降やっていきたいと思います。ありがとうございます。